はい、こんにちは、とハッピーです。今回の動画はステージ2と同時発売ですね。メダルバスターズの4幕月が出たよいよい編。今回はオレンジ色のボックスです。2ボックスそれぞれ一番上から順番に開封していきます。さあ、今回はコンプできるんでしょうか。そして裏の番号、刻印ですけれども39571115、そして内側が2201、参考までに。はい、こちらを一番上から12パック開封していきます。その前に今回のパッケージはこちらです。なんか赤いウサピョン、なんかベーダーモード風なのがいるんですけど、なんでしょう。ちょっと前情報とかね、全然わかんないので、まあ、間違いがあったらすいません。今回は全部で20種類で、ホロメダルが8種類、ノーマルが12。それでは、いきたいと思います。最低でもね、やっぱりボスは欲しいな、と思ってます。なんか最近引っかかりが多いんですけど、これ。よっ。まずはサンタクロースと普通。あ、嬉しい、これ普通。キャンペーンメダルとかね、なんでしょうね。ちょっと気になるんですけど、前情報わかんないので、もし知る方とかね、いらっしゃったら、コメント欄で教えていただけると嬉しいです。これは、白駒って読むのかな？白駒じゃないよね。認めん。まあ、これボスメダルでしょうかね。バスターズはね、まだやってないので、ちょっとね、その辺がわからないです。自分も他のゲームで子供も今リズム天国にハマっちゃってるんでね、妖怪離れしてますゲームの方は。あー、これ赤丸、ホロメダルでウィスパーと赤丸なんだけど、これ赤丸めっちゃくちゃ嬉しい。すんごい嬉しいんですけど、これノーマルメダルです。ウィスパーがホロなんだけどね、キャンペーンは何だろう。ボスが4枚なんですよね。そして今回のこれは締めっぽいなと、ホロメダルの闇キュービ。闇キュービもこれボスじゃない気がしますね。はい、続いて、まあ、どんどん行きましょう。硬い、型紙切っちゃった。で、次のメダルがノーマルと、これはモズク先生。もう1枚が認めん。今まで見たことのないやつがね、結構出てきてます。続いてはほい、ノガッパと締めっぽいな。なかなかホロが出てこない。でも増量とは書いてあるんですよね。はい、あ、来た、ヌラリヒョンと、結構イケメンだな、モズク先生だ。見えるかな、この入り方。ちょっとね、見にくいんですよね。ヌラリヒョンです。桃太郎編がもう完結したので、次のお話なんですけど、今回のお話は何でしょうね。はい、これは雲海三面鏡、そしてブリー元帥、隊長から元帥ですかね。随分とランクが上がってます。はい、続いてのメダルは、これとんで詰まってるな。お、また同じのと、モズク先生。結構モズク先生率多い気がしてきた。はい、続きましては、はい、歌舞伎ロイドと認めん。なんかホロ増量って書いたんだけどな、なんか少ない気がしてきた。あと2つです。11パック目、上から11番目。はい、今度は、お、これすごい強力っぽい、ロボニャン3000。もう1枚は雲海三面鏡です。すごい強力だな。はい、ラスト12パック目は締めっぽいなと歌舞伎ロイドです。まあ、確認してみると、ホロが全部で8、うちボスメダルが4種でキャンペーン1。ボスは揃えたいなと思ってます。キャンペーンもね、何なのか気になるんですけどね。ウィスパーは単なるノーマルなのか、もしかしたらウィスパーがキャンペーンなのか、まあ、分かる方いたらお願いします。で、番号が39571115。なんかこの番号よく見ますね。
そして内側が5141、こちらも一番上から開封していきます。さあ、まずは一番上からなんでしょう。よく詰まるんですよねこれ。はい、フーツーとサンタクロース。続いて2番目、こちら、あ、来た、ホロ。あれ、この組み合わせなんか最初に開けたボックスとなんか似てる気がする。あー、赤丸は嬉しい、ホロウィスパーも嬉しいんだけど、なんだろうね、やっぱりさっきのボックスと似てる気がする。なんか揃わない気がしてきた。はい、続いては、はい、湿っぽいなと闇キュービ。なんか湿っぽいな率ほんと高いな。覗く先生も多いんですけどね。今度は認めんと、わあ、覗く先生、なんか今回はめちゃくちゃかぶってます。続いては湿っぽいなとノガッパ。締めっぽいなこれ。続いては、よっ、あ、ホロが来たけどぬらりひょんともずく先生。あ、なんか本当に最初のワンボックスと同じ気がしてきてならない。はい、ブリー元帥、そして雲海三面鏡。ほい、あ、ホロが、そしてモゾク先生。続いて、あ、ミトメンとカブキロイド。あと2つ、全然揃う気がしない。もう無理ですね。せーの、よ、あ、ホロが来たけどローボニャン3000。嬉しいんだけどちょっと切ない。ラスト1、マジか、これは厳しいな。よっ、湿っぽいなの歌舞伎ロイド。世の中そんな甘くないってことですよね。ご視聴ありがとうございます。